お笑いコンビ、博多華丸、大吉の博多大吉、52が21日、NHK の情報番組、朝一、月曜から金曜前8、15、においでえん。リポーターを務める朝のりかアナウンサー、29、に苦笑した、ここで一つ問題です。黒百合の花言葉、当てていただきたいと思います、と出題した朝のアナに、大吉は、無茶なことを。全く想像もつかないけど、と困惑。朝のアナがヒントとしてジェスチャーを披露すると、魔法をかけているのかな。呪い、と指摘。丸、正解だったものの、花言葉が呪いなの、とツッコミを入れていた。朝のアナは2016年に NHK 入局、松江局、札幌局を経て20年から東京アナウンス室勤務に、ブラタモリ、土曜午7、30、で2年間旅のパートナー、首都圏ネットワーク、月曜から金曜午6、0、では3年間フィールドリポーターを務め、今月から、朝一、担当となった。